皆さんこんにちは。こんにちは。マネー&ユー TV の寄口大樹と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか。イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、子供名義の口座は作った方がいい、作るならいつ、子供のお金教育に生かすにはどうするべきか。イエーイ。はい、僕たちはこちらの書籍の著者でございます。著者でございます。はい、大好評発売中です。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、問題に戻りますが、こちらです。はい、はい、子供が生まれ、お祝い、お年玉、児童手当などまとまったお金を受け取ることが増えましたが、子供名義の金融機関の口座は作った方が良いでしょうか。はい、こういったね質問がよくあるんですけれども、はい、アンサーとしましては、子供名義の口座は子供の将来のために貯蓄だけではなく、家庭で子供の金銭感覚の育成に役立てる使い方もできます。ですが、子供名義の口座を作るかどうかは目的を整理してからがいいと思います。お金教育を始める目的ならば、子供名義の口座を活用する前にお小遣い制&お小遣い帳を導入するのがおすすめです。はい、で、子供名義の口座を持つ目的なんですけども、大きく分けて3つあるかなと思いまして、1つが子供の教育費に使うため、はい、2つ目が子供が大きくなってから預金を上げるため、はい、3つ目が子供が自分のお金を管理するためというところで、はい、1つずつ見ていきたいんですけれども、まずですね、高校までは、毎月の家計で教育費ってやりくりするのが一般的ですね、はい、ですが大学に関しては、半年に1回まとまったお金をこう入金するという形なので、はい、毎月の家計でやりくりするのが難しいので、大学資金を用意するっていうところはあるのかなというところですね、はい、目安としては500万円というところですよね、はい、はい、でこの教育費のために子ども口座を作るメリットなんですけども、2つありまして、1つが手をつけにくいというところですね、はい、2つ目が子供名義で資産運用する際、子供名義口座から引き落としになりますから、これも使いやすいよねというところなんですが、はいはい、教育費のためだけに子供口座を作るっていうのはちょっと違うかなと思いまして、はい、もしやるんだったらね、子供名義の口座でなくてもいいよねというところなんですよね。そうですね、親名義の、ね、口座で、準備してもいいのかなというところですよね。そうですね、はい、なので、この目的のためならば、その子供名義なのか親名義なのかっていうのは一度考え直してほしいなと思っております。はいはい、2つ目、子供が大きくなってから預金を上げるためとありますけれども、はい、この子供名義の口座で貯めたお金を譲渡する場合には贈与税に注意しましょうというところで、はいはい、子供名義の預金がですね、名義預金扱いになるかどうかがポイントなんですね、名義預金というのは口座名義と実際に管理を行う人物が異なる口座です、子供自身が通帳や印鑑を管理していない場合には名義預金扱いになりまして、贈与税の課税対象になる可能性があります、はい、扶養義務者間で生活費や教育費として贈与した財産には贈与税がかからず、一般的には非課税になります。例えばお小遣いとか生活の仕送りですね、これは非課税になります、学費などの教育資金が一定金額非課税となる教育資金贈与、これ祖父母が孫にお金をあげるっていう場合にはこういった制度がありますし、年間110万円以下であれば非課税になる歴年贈与というのがありますので、こちら活用しましょうということですね、はい、ですので、子供が大きくなってから預金をあげるために作っている場合には、贈与税がかかるっていう可能性がありますので、そこは注意してくださいねというところです。はい、はい、3つ目、子供が自分のお金を管理するためというところで、子供名義の口座活用で教えられるお金のことというのは、はい、1、自分でお金を管理することで使い方を意識できるようになるよということですね、はい、はい、2つ目が貯蓄があるからお金の使い方の選択肢が増えるということを教えられるかなと、で3つ目が銀行の仕組みを教えるということですね、はい、はい、これも1つずつ見ていきますが、自分でお金を管理することでお金の使い方を意識できるということですけれども、はい、親と同じようにですね、自分専用の口座を持つことで、これは自分が管理する大切なお金という意識が芽生えるのかなというところですね、はい、はい、で、この大切なお金をね、で自分のお金だと芽生えることに関しては、お立ち院制からお小遣い制&お小遣い帳管理で同様の効果はあります、はい、例えば寄藤家ではですね、はい、小学校4年生になるタイミングでお立ち院制からお小遣い制に変えたんですね、はい、これがお金の使い方を意識する大きなきっかけになりました、はい、お立ち院制だった時はお菓子を例えば300円分買っていいよと言うとですね、そのお金をね全部使い切るような使い方をしたんですよね。そうですね、はい、そのせいでいつまでたっても開封されないクッキーがですねずっと残っててですね結局これ賞味期限が切れて捨てるっていうこともありました、はい、ですがお小遣い制になったことで、自分のお金でお金をね、お金を自分ごめんなさい自分のお金でお菓子を買うようになるということで、欲しいものだけ
必要なものだけを買うようになったんですよね。はい、まあ、こうした変化はですね、お金を何に使うかっていうのをよく考えて、まあ、買いたいもののために貯金するという意識を持つようになる第一歩になるのかなと思っております。はい、はい、で日々の生活の支出をお小遣い帳に記載して管理し、まとまったお金は口座名義の口座に入れて、まあ、親子で残高状況を共有しましょうというところですね。はい、はい、で大切なのは、うん、こう通帳記帳もお小遣い帳の記入も親が作業を見てあげて、少しでも溜まっていく成果を一緒に喜ぶことですね。そうですね、うん、うちの場合もね、あ、こんなに溜まったねとかね、うん、あ、これんなに溜まったんだったらゲームソフト買えるねというふうにしてね、うん、あの結構ね、あの小さなところからでも褒めるようにしてますよね。そうですね、うん、まあ、こういう小さな成功体験の積み重ねが子どもの金銭感覚を育てていくのかなと思っております。はい、はい、で2つ目に教えられることとしましては、貯蓄があるからお金の使い方の選択肢が増えるということ。買いたいものがあってもお金がなければ我慢しなくてはいけない、だからお金はあった方がいいという感覚をまずは身につけるということですね、はい、とはいえただ貯めるだけでダメなんですよ、うん、はい、使うことも必要ですから、はい、何に使うのかという目的を持つことが大切になってきます。はい、とはいえ子供にとって1から2年という長い時間をかけて貯めるのは容易ではないですよね。そうですね、はい、おすすめするのがですね、うん、誕生日やクリスマスなど数ヶ月や半年程度先のイベントに合わせて、うん、まあ、貯めたお金を使う習慣というのを導入するといいのかなと思っております。はい、まあ、うちもですね、いつからか母の日や父の日とか誕生日とかクリスマスにお小遣いを貯めてプレゼントをくれるようになったんですね。そうですね、はい、でその時に僕たちもらったら嬉しいじゃないですか、うん、すごい喜ぶんですけども、うん、まあ、そうなるとですね、子供は貯蓄は自分のためだけではなく誰かに感謝の気持ちを伝えたりとかですね、喜んでもらったりするために使うこともできるという選択肢があることをね、本人が学んでくれる、ね、きっかけになったのかなと思っております。そうですね、まあ、あの直近では母の日でね、うん、私もあのアイマスクもらいましたね。ホットアイマスクね、はい、充電できるようなタイプですよね。はい、はい、そういったものをもらったんですけども、まあ、そういったまあプレゼントで使うっていう習慣を導入してもいいのかなと思っております。はい、はい、でこのお金の管理を習慣化させるコツなんですけれども、はい、はい、大事なのはですね、子どものお金の使い方に口出しをしないことです。難しいんですけどね。難しいですね、はい、まず、まあ、三日坊主になってしまうっていうこともあるので、うん、まあ、そんな時は、はい、まあ、今日は買い物したけどもお小遣い帳書かなくていいのと声をかけて習慣化させることが大事です。ここはね、はい、口出しして OK なんですが、はい、使い方はダメですよということで、はい、無駄遣いに、ね、なりそうだなと大人が見ると思うと思うんですけども、はい、でも子供自身に失敗を経験させることが大事なんですよ。そうなんですよね、やっぱりあの買い物の失敗とか浪費っていうのは自分で経験しないとわからないもんだと思うんですよね、なのであの子供の時に浪費を経験してないばかりに大人になってから結構浪費しちゃうって人って多いんですよね。結構多いですね、やっぱり浪費も経験しようというところで、まあ、これは買う必要がなかったなとか、そういう失敗を経験して復習できるからこそですね、はい、まあ、子どもの、まあ、お金の教育にもなるということになりますので、まあ、ぜひこう口出しはしないということを、ね、守っていただくといいんじゃないかなと思っております。はい、はい、そして伝えられることとしまして、最後銀行の仕組みを伝えることもできますよねということで、はい、キャッシュカードをなくしたらどうするんだとか、ATM 手数料がかかるのはなんでだっけとかね、手数料はいくらかかるのか、手数料の金額が銀行によって変わるのはなぜだっけとかね、まあ、こういったところを親子で共有しながら一緒に勉強していくと面白いなと思って、どんどんお金のことを勉強してくれると思いますので、はい、まあ、ぜひね、あの取り組んでいただくのがいいのかなと思っております。はい、はい、で子ども名義の口座はいつ作った方がいいかなんですけれども、アンサーとしましては、はい、まあ、ちょっと長いんですが、まあ、あの早く作ってもしょうがないんですね、やっぱりこう小学生になったばかりだと、まあ、なんかですね、ちょっとお小遣いとは違う大きい金額だと自分のお金じゃないっていう感覚になってしまうというところなので、はい、まあ、うちでは小学校4年生から口座を開設したんですが、まあ、中学生からでもいいのかなとは思っております。はい、まあ、中学生になってくると管理するお金が増えてきますので、まあ、やっぱり、ね、友達と一緒に、ね、お金を使うってこともあったりすると思うので、はい、まあ、そうなってからでも遅くはないのかなと思っております。はい、まあ、もちろん早い方がね、あのお金を管理する、ね、力を、ね、育めるという見方もあるんですけども、早すぎても、まあ、子供にとってもよくわからないというふうになってしまいますので、まあ、ちょうどいいタイミングとして中学生がいいのかなと思っております。はい、はい、というわけで最後動画のまとめをしておきたいと思います。子供名義の口座は子供の将来のための貯蓄だけでなく、家庭で子供の金銭感覚の育成に役立てる使い方もできるが、子供名義の口座を作るかどうかは目的を整理してからが良いです。お金教育を始める目的ならば、子供名義の口座を活用する前にお小遣い制&お小遣い帳を導入するのがおすすめです。子供自身が通帳や印鑑を管理していない場合、
名義預金扱いされ贈与税の課税対象になる可能性があるので注意しましょう。貯めるだけでなく何に使うかという目的を持つことが大切です。お金の管理を習慣化させるには子供の使い方に口出しをしないことです。はい、子供名義の口座開設は中学生になったからでも遅くはないのかなと思います、ということでした。はい、まあ、あの子供の、ね、お金の教育ってどうやったらいいかわからないという方って結構多いのかなと思いますけれども、うん、まあ、今日お話ししたことをね、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っております。はい、このような感じでですね、マネアンリュー TV どんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕たち Twitter やっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。See you!